朝のほったらかし温泉で富士山を眺めつつ入るロテンブロ、久しぶりの盆地食堂でその量に麺食らいながら麺をすする大盛りラーメン、春八郎イエスと大食いでキャンプを締める。温泉に入ってきまして、6時ぐらいかな、着いてね、それでね約1時間ね入ってきました。富士山がねバッチリ見えてね、それがねとにかくね心を表してくれましたね。ぜひねここのキャンプ場を利用された際にはね朝風呂をね、ほったらかし温泉でね入ってみてはいかがでしょうか。最高です。キリンレモン、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 キリンレモン。富士山横目にキリンレモン。はい、どうもおはようございます。ズブゴロスタジオハロ八郎です。見てください。後ろの富士山ね、バッチリ見えております。本当に気持ちよく晴れましたね。ということでね、もうねキリンレモンの CM も終わりまして、あとはね帰り支度をしたいと思います。はい、そういうことでね、ほったらかしキャンプ場での一泊キャンプこれにて終わりになります。なかなかねというかねものすごくいいキャンプ場でしたね。キャンプのね条件といいね、トイレとかそういうね設備面といいね、もう最高の場所だと思いました。富士山はちなみにね朝見えた限りでねもうねすっかり影を潜めてしまいましたね。早起きは三文の徳ということでね、それでは今からねあの盆地食堂に行ってねお昼を食べて帰っていきたいと思います。さあ盆地食堂で何食べようかなって、もうねでもねなんかねあんま食べれないからちょっとね美味しそうなものを食べてね行こうと思います。
ということで、ほったらかしキャンプ場からお伝えしました、つぶころスタジオ春八郎でした。離れサイトゼロね、お世話になりました。盆地、甲府盆地もありがとうございました。さよなら。いやー、素敵なキャンプ場でしたな。たまにね、こういうところに行って贅沢なキャンプをするっていうのにはね、非常にいいと思います。ということで、ほったらかしキャンプ場を後にしますね。さあ、今からね、盆地食堂を目指しますよ。この公園から見る夜景がね、新日本三大夜景の一つとなっておりますね。そんなにすごいんだね。腹減ってきたな。ちょうどいい感じになってきたね。さあ、盆地食堂で食うぞ。いっぱい食ってやるんだ。甲府の盆地でございます。盆地食堂ってやっぱ甲府の盆地にあるから盆地食堂なんだろうね、きっとね。ふと昨日思い立ったんだけどみんなそんなものは徳の根本に承知なのかな。善光寺、あれ善光寺っていうの？本当だ、あれ善光寺だ。ちょっと善光寺寄ってってみるか。おお、善光寺通りって言うんだね。これ善光寺ですって。はい、ということでね、急に善光寺ね、的場工事ならぬ善光寺でした。あー、なんでしょうね、善光寺って浄土宗善光寺、私は何にもそういうのが疎くてですね、何のこっちゃわからないですけども、とにかくとても大きな寺院でした。寺院と来ちゃいます。あー、でもね、僕みたいなね、無宗派な人でもね、なんかグッとくるね、この重厚感とね、何とも言えないね、この厳かさがねありましたっけ。ということで、お腹が空いたので、今度は盆地食堂ね、善光寺の後は盆地に向かっていきます。これを曲がると着くな。よいしょ、着いた。盆地食堂到着でございます。お食事どころ盆地食堂でございます。
はい、そういうことでね、盆地食堂行ってきましてね、あの映像にも出たと思いますけども、これは使うだろう映像、ラーメンの大盛り、あれを見た時にはね笑っちゃったんだけど、こんなもん食えるわけねえじゃねえかって思ったんだけどね、結局完食、見ていただいた通り完食しました。あの達成感はあるんだけど元気がない苦しいよ。とんでもない大食い選手権だったよ。もう大食い番組になっちゃったですよおじさんは。でも大玉10個ってすごいね、よく食えたよ。てなわけでね、これからね52号を経由してね静岡まで帰ろうと思います。さあ道の駅富沢まで 500m ですね。ようやくここまで帰ってきましたが、お、出たキノコ、タケノコ、タケノコ発見。静岡までもうちょっとありますけどもね、ここまで来ればもうなんか帰ってきたなって感じがしますね。この信号を右に曲がるとね、奥山温泉イコール奥山キャンプ場にね着くんですけども、明日の私休みなんですよねこのまんま奥山温泉行って連泊したいな。そんなわけでね、いろいろといろいろと紹介してきましたけどもね、とても楽しい。ほったらかしキャンプ場はね、もうなんていうの、皆さんがね予約取れない取れないっていうのがねよくわかるようなね、そんなキャンプ場でしたね。もしねまたね予約のねカレンダーにね空きがふとあったらね、さっつってね潜り込ましてね予約を取ってね、それでまた来れればなと思いました。ということでね、ほったらかしキャンプ場での一泊キャンプの模様をお伝えするのは以上となります。それでは次のキャンプ場でまたお会いしましょう。さようなら。